カール・ハインリヒ・ビポンティヌス・シュルツカール・ハインリヒ・ビポンティヌス・シュルツはドイツの維持、植物学者である。同時代に同性同盟の植物学者、カール・ハインリヒ・シュール・テンティン・シュルツがいるので、論文などには記事のツバイブルッケンをラテン語化したバイポンティニューズを名前に加えて区別した。ラインラントプ・ファルツ州のツバイブルッケンに生まれた。兄に、 植物学者のフリードリヒビルヘルム・シュルツがいる、ミュンヘン大学で医師の資格を得た後、パリで医学の研究を続けるが、政治活動で逮捕投獄された。3年後に釈放され、ドイツに戻り、ダイデスハイムで医師となった。兄同様、植物学に興味を持ち、プファルツやその周辺の研究者を集め、植物研究会、ポリキアの名にチナムを設立した。ドイツ自然科学、 アカデミーレオポルギーナの会員に選ばれた。エアランゲン大学の植物学教授のビルヘルム・ダニエル・ヨーゼフ・コフホの没後、公認となることを望んだが、政治的な理由で指名されなかった。SCH ・ VIP は、植物の学名で命名者を示す場合に、カール・ハイン・リヒ・ビ・ポンティヌス・シュルツを示すのに使われる。ありがとうございます。